気にするのはお前が悪いんじゃない。無事でよかったよ。しかしあのタコ野郎、タコ野郎、まさにタコ野郎、こそくな手を使いやがる。ホークス、出発前に少し時間をもらえないかな。ああ行くのね、スリッピー。必ず帰ってくるよ、ここで待っていて。いいね。うん、クリスタルを迎えに行こうと思う。スリッピーとアマンドを見てそんな気になったのか。俺は彼女をチームから追い出しておいて今更戻ってくれなんて言える立場じゃないが、今は彼女の力が必要だ。頼んでみようと思う。クリスタルなら分かってくれるよ。なおスクリスタルがどこにいるか見当はつくか。惑星カタリナに存在すると思われます。あーなるほどね。ここで1、2と。1は彼女を連れ戻す。フォックスの話をこのまま続ける。と、ファルコの話で、フォックスと別行動を行うという。ファルコルートに多分変わるんですよね、これ。でも今回は1のルートに進みます。ツインレーザーぐらい装備しておけよ。ターゲッティングは今の方が好きなんだが。ホイールが調整するよう任せてきた。じゃあ、フォックスがシングルレーザーからツインレーザーにパワーアップするんかな。カタリナ基地の敵は、カタリナ基地は敵の攻撃を受け応戦中です。クリスタル聞こえるか？俺だ、フォックスだ。このコスチュームは。あなたの援護はいらないわ。クリスタル？彼女が合意してほしいのはあれだぜ、フォックス。パンサースターウルフか。敵を発見。クリスタル、マジか。ここで来るか。クリスタル気をつけろ。おい、これもフォックス、心ここにあらずやで。パンサーとクリスタルがなんかできた関係なんじゃもう、まあ、ショックやわ。知っとったけどショックやわ。このゲーム、むっちゃやり込んだけど、知っとったけど、ショックやわ。ということで、フォックスが、ツインレーザー、アーウィン2になりました。と、クリスタルが、これは前にも見た、コーネリアファイターか。ツインレーザーのロックなし。そして、レオン。レーザーはなし。で、ロックがワイド。これ、レインボーデルダって名前なんですけど、どういうことかっていうと、レーザーがなくて全部ロックオンのチャージ弾なんですね。で、チャージをした瞬間に発射してくれるという、なんとも便利な機能でございます。使い勝手はね、いいか悪いかっていうと、中ぐらいなんですよね。そしてパンサー。レーザーがザッパーでロックなし。ザッパーって何やったかな？覚えてない。プラズマとシングル、ツイン、ザッパー。ザッパーって何やったっけ？忘れましたけど、まあ、ブラックローズ。このウルフェンの機体の、確か、コックピットの右横に、バラの、ペイントがされてるんですよね。それは、スターフォックス、アサルトの方で見ることができます。いや、熱いねー、この展開。ドドラか。とりあえず、フォックスで右の敵を叩きに行きますが、なんかこの辺だこったりせんかな。ここが基地か。上にも基地があって、ってことは、パンサーで上ルート。届かんか。で、フォックスで右上進んで、レオンが、真ん中上、クリスタルが
右上のミサイル目指しぐらいな感じで目指しましょう。危ねえ。よし、じゃあ早速パンサー行きましょうか。ロックなしのザッパーか。ザッパー、あー、単発の単発でむっちゃ威力が高いんや。そう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 、なんかショットガンを撃ち寄る感覚。範囲も結構広くて威力が高いんですよね。もう本当にこのウルフェンですよね。この BGM かっこいいわ。ちょっとこうラテン系の入った。ラテン系のかっこいいこうリズミカルな感じ。さすがパンサーやね。かっこええわ。後でまたゆっくり聞こうね。優秀やね。このスターウルフのメンバーの機体は本当にもう粒揃いの個性派揃いなんですよ。もう超個性的。全員が全員個性的なんですよ。ポムじゃないんだな、今欲しいのは。こう売ってほしい時に売ってもらえないっていうのはちょっとあるんですけど、よし、あと2匹か。あと1匹。オッケー。ちょっと癖があるんですよね。体力回復したい。BGM はカタリナのアレンジですね、これ。あの、64番のカタリナの一番最初のボスが出てくる前のアレンジですね。こいつは確か下からかな。なんかこんなやつ出てきましたね、あのゼロに。スターフォックスゼロに出てきましたね、あんなやつ。うろちょろうろちょろちょっとめんどくさいんで。回復欲しい、回復。オッケー。ブーストがね、本当にいくらあっても足りんぐらい、このゲーム ブースト大事なので。これはパーフェクトになるんやろうか。あ、なったわ。
敵のミサイルが発射されました。こんな感じかな。クリスタルにミサイルの撃破はちょっと濃くかな。とりあえず行けるところから行きましょう。ということでレオンはレーザーがないんですよね。なので常にどこのボタンを押しておいてチャージできる、チャージしておく状態にして、で、あとは敵に近づいていけばいいだけなので、結構手軽な感じですね。ただちょっと時間がかかるんですよね。やばい、早せ。よっしゃー、いった、焦った。時間かかりすぎや。一発がちょっと弱すぎて、何発も入れないかんっていうのがネックですが。パンサーいっか、体力ないんよな。開幕ローリングでちょっと警戒しつつ、よし回復、いい感じ。こいつ鬱陶しいな、このぴょん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 跳ねるやつ。ここパンサーで来るべきじゃなかったな。オッケー。ホームじゃない、しかもちょっと邪魔。よし、怖いからもう終わりにしよう。回復はしたものの、ちょっとね不安要素が強かったので。オッケークリスタルがね、ちょっとネックなので、とりあえず安牌な方から行って、オッケー、ロックなしなのでちょっとしんどいかな。基本連打しよったらいけるっちゃいけるんですけど、BGM いいな、やっぱり。まあレーザーじゃない、ブーストのゲージ具合とかは結構いい感じなので、体力もまあまあありますからね、この機体。あー、これマルチロック欲しいな。
ケイ時間ももらえたし。オッケー、ラストはアンターゲットだけか。ボム落としてもありなんやね。ブーストしっかり回復させといて。よし、オッケー。ものすごい音。よし、じゃあ行けっかね。行けんと困るんやけどな。おお、マジか。ちょっと待って、素でへぐった。ビーコン入らんか。これやば、やばくね。位置的にやばい、やばい、やばい、位置的にやばいって。こうなったらフォックスはミサイルを無視して、どちらにしろミスったらゲームオーバーな。クリスタルからいっか。ちょっとさっきみたいなヘマはしたら本当にシャレにならんので、ちょっと早めに打ちまくりろ。ちょっと待って、無理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 。むずいわ。むずいわ。いかん、やり直しや。あー、グレートフォックスが。脱世グレートフォックスが。初任務失敗ですね。むずいわ。オッケー、じゃあやり直しましょう。一回やられたので、さすがに二回目はやられないようにしなければいけないんですが、レオンで上行って、クリスタル、いや、クリスタルが上か。レオンはこのルート、パンサーが右上ルート、クリスタルが上ルート、左上ルートで、フォックスが、さっきと同じ感じで、かつ、ミサイル警戒。よし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 。で、まあクリスタルから行こうか。やっぱりあれですね、ロックできないタイプの機体でミサイル迎撃はかなり難易度が高いですね。マジか、ゲームオーバー画面を見ることになるとは思わんかった。ただ正直2周目からって超むずいんですよね。なんか一気に難易度上がるんですよ。まあスターフォックスってそういうゲームですからね。キプレイの方にはものすごい厳しいゲームなんですよね、このゲーム。このシリーズ、本当に。
よし、あとはあのピョンピョン跳ねるのみみたいなやつか。よし、倒した。よし、倒したぞ。よっしゃ、終わった。いい感じ、いい感じ。多いな。さっきやった時5機ぐらいやったね。グレートディッシュ、ああグレートディッシュってあれやね、64のカタリナの確かボスの名前がグレートディッシュでしたね。んで敵をワンサカ出してくるんですよね、あれ。そいつらをひたすら撃墜してヒットを稼ぐんですよ。確か150やったかな、以上で勲章がもらえたと思います。クソ邪魔くせえなー。さっきやった時なんか水辺やったけんさ、全然水辺やったっけ。これ敵の数が多すぎるね。ちょっと近づいてって遠間からじゃないと攻撃が当たらないっていうのはなかなかに厄介ですよ、本当に。よっしゃ、パンサーのルートは多分こうでいいやろ。で、フォックスはもう一気に敵拠点を叩きましょうか。いやー、こっから本当に激しくなりますね。どっから行こうかな。レオンもな、ちょっと心配っちゃ心配なんですよね。レオン簡単やったらいいんやけどな。このミサイルは多分ですけど、グレートフォックスに近づけば近づくほどこのビーコンが難しくなるんですよ。うっそやー、むずいって、むずいって。じゃあ
パンサーか。やっべ、本気でむずい。ミサイルは確かミサイルで落とせないんですよ。ここに来てミサイル迎撃がめちゃくちゃ難しくなるとは。これはね、やり直し必須か、ほんまに。もう一回やり直すかもしれんね、本当に。冗談抜きで。回復時間じゃないよね、欲しいの。よし、回復出た。よっしゃ、パーフェクト。ザッパーやったらね、多分なんとかなるとは思うんですよね。2発か3発ぐらいでいけると思うんですけど。ただミサイルを迎撃できるのは1ターンに1キャラ1機だけなんですよ。成功しようが失敗しようが一機だけなんですよね。 OK、 2発か、楽やな。クリスタルかな。クリスタルもな、体力ないんよな。体力あるんか、ある、あるけど、あれか、あんまり、得意じゃないパターンの。クリアすることだけ考えようかな。そしたら結構楽っちゃ楽なんですけど。いい感じ、いい感じ。時間か、体力欲しいな。回復系ほんと欲しい。チャージ弾なしでこいつと戦うのは結構しんどいな。もういかにチャージなんていうか、ロックオンが優秀かっていうのが分かる面なんですよね、ここ。ちょ、攻撃パターン変えてくれんかね。攻撃当たらんのやけど。ちょっと指疲れてきたし。
あと一発、あと一発、オッケー。むっちゃ時間かかるわ。よっしゃー、100秒か。まだ外れるなんてダッサいことはできんからね。オッケなんやっけこいつ、くるくる回るやつ。あー、おっとおっと、こんなやつ。まずは雑魚敵から。ちょっとアイテム欲しいかな。タイムタイム、よし来た、時間来た。あいつかな。よし、下くぐれない。よっしゃ、じゃあ行こう。高さが合わんね。オッケー。さてこれビーコン外れるなんてそんなダセいことできんからな。よっしゃ、 あとはミサイルか。フォックスで一個迎撃できたらいいんやけどな。確かミサイルはミサイルで迎撃できなかったと思うんですよね。ほら、ロックオンできんから。とりあえず、一番近いやつをパンサー、その次をレオン、クリスタルも一応は駆けつけれたら駆けつけて、あとはフォックスか。ちょっとルート考えて。よし、ここまでいけるね。OK。じゃあまずは、どの道失敗したらゲームオーバーになるパンサーからいきましょう。
うん、やっぱ楽。じゃあ次は危険なホックスから行こうか。ホックスも最大チャージまで貯めて放てばいけるはずなので、メーターが出た瞬間にチャージすればいいんかな。オッケー、じゃあレオンか。ここはまあ1回失敗してもなんとかいけるはずですよね。でもまたビーコンを通過することだけを頭に入れて、ちょっと黙るかもしれません。てか多分黙ります。よっしゃ、つーかビーコンちっちゃ、やば、よいけた、やばかった、マジでやばかったよ。よっしゃ終わった。さあ作戦完了じゃないわ、任務完了か。オッケー、終わったー。